東京都アキラ。僕は夜の仕事でバーに勤めています。働くときは黒いズボンに蝶ネクタイで働いているのですが、この前黒いズボンがどうしても乾かなかったので新しいズボンを買おうとしました。履いてて楽なのでボンタンを買いに行きました。しかし中学生時代に通っていた不良グッズが売っている渋谷のお店へ行くと、ヒップホップファッションの洋服屋さんに、様変わりしていて、ヤンキーとは無縁の店に改装されていました。僕はどうしてもボンタンが欲しくなり電車を乗り継ぎ東京中を探しましたが、ボンタンが手に入る店は一軒もありません。家に帰りインターネットで調べると、関東では茨城や群馬まで行かないと手に入らないことが分かりました。ガクトさん、東京ではボンタン幻になっています。この危機、ガクトさんが救ってください。どうしましょう。東京にボンタンが置いていない、これはすごいことだね。想像できないね。その地区にボンタンが置いてない。ねえ、ツアーグッズでボンタン売ります。OK でしょ。あと、学ラン。裏の刺繍には、学と愛してる。全部漢字。これ最高でしょ。まあね、サイズはね、あんまり用意できないと思うんだけど、M、L ぐらい。まあ、ウエスト、そうだな。73から78ぐらいまで。でも僕の作るボンタンって結構きついと思うよ。うん。渡り50、裾16みたいな。で、上着は丈40。うん。出るけどね。いいかな。爪入りないよ。ボンタンいいね。ボンタン可愛いよね。で、ボタンも全部、ガクト。これ、ツアーグッズ決定。で、今回のシックスデイ、セブンスナイトのツアー、この文字が、隠しポケットの中に入ってるみたいな。うん、これは実現だね。で、ファンの子たちが学ランでくればいいんだよ。ね、みんな。もう文化祭みたいでいいよ。もう全然 OK。全然 OK。うん。で、ホールに入る前、みんな気合い入れてください。エンジン組んで。まあ、いいと思うけどな。なんかこう、なんか文化を守りたいよね。このボンタン単乱。これで流行らそうよ。騎士団が長乱なら、ガクトは単乱で。いいじゃないですか。ね。騎士団が長い爪襟なら、ガクトは超短い爪襟で。いいじゃないですか。